福岡、宮崎線、福岡、宮崎線、福岡、宮崎線は、福岡県福岡市と宮崎県宮崎市を結ぶ、高速バス路線である。中高便は、フェニックス号の愛称を持ち、西日本鉄道、西鉄、西鉄高速バス、西高、宮崎交通、宮高、九州三高バス、三高 JR 九州バスの5社が、共同運行する。 1988年運行開始。なお、本記事では、JR 九州バスが2011年4月13日から2012年4月25日まで、単独で福岡宮崎間に運行していた、太陽、かつて運行されていた、フェニックス号や交尾及び現在に私鉄高速場と、宮崎交通が週末及び祝日及び祝前日に運行している。 夜行便の福岡延岡、宮崎線についても記述する。福岡市と宮古の城市、宮崎市の間を九州自動車道、宮崎自動車道経由で結ぶ。西鉄、宮古九州三考、JR 九州バスの4車において1日28往復運行している。三区パスは全九州下関番のみ、利用可能、北部、九州下関番。 南部九州版は、使用不可。福岡市と宮崎市を結ぶ交通手段として、航空機とほぼシェアを二分している。2004年度の実績では、バス45.3万人、航空50.3万人。土日は、必ず続行が出る。ただ、出張などでは、航空機に分があると見られている。一方、博多宮崎間の鉄道は、JR 九州が、 小倉経由の特急、日輪と、人吉、都の城経由の急行、エビノが運行されていたが、遠回りとなる、日輪は、所要時間と、運賃、料金面で、フェニス号に大きく劣り、エビノも本数が少なく、非電化区間を通過するために、所要時間面で劣勢に立たされたこともあり、対抗策を止め運行規模を縮小。日輪の直通系統は、1日に往復に、減便。 エビノは、系統廃止し、JR 九州、後に分社化し、JR 九州バスがフェニックス号の共同運行会社として参入、担当本数を増やしている。他に、2000年代からは、福岡市と宮崎市の間には、数社がツアーバスを運行し、おおむね、フェニックスの通常運賃の半額程度の料金で利用可能であったが、 2013年8月1日の高速ツアーバスの乗り合いバス化で一部が撤退した。現在ではサンマリンツアーが運行するサンマリンライナーと山口運送、美東観光バスが運行するミトシティライナー新高速乗り合いバス化され運行を継続しているが乗り合い過後の運賃値上げやフェニックスの運賃値下げのためフェニックスとの運賃格差は縮小した。 国土交通省九州運輸局の統計によると、福岡、宮崎路線、三系統。この調査時点では、太陽は、運行開始前合計の運送収入は20億円から21億円で、あり、九州における高速バスで、首位200、2004、05、6年度、または2位、7年度に位置している。フェニックス号、太陽、福岡、延岡、宮崎線、 夜行便それぞれについて記述する。遠隔にもあるように、道路線は1988年に運行開始して、以来20年以上もの長い歴史を持つ、途中佐賀県木山町、熊本県人吉市にのみ停車する、速達タイプ、スーパーフェニックスと、福岡県古米市、熊本県八代市などの主要地点に停車するタイプの2種類が、設定されている。 現在の1日の運行本数は、スーパーフェニックス16往復、縦車タイプ8往復の合計24往復であり、毎時1から2便が運行されている。他に、夜行便1往復も運行され2009年に廃止されたが、2011年3月12日から2013年3月31日まで、試行的に運行を再開していた。かつては、停車地が、 スーパーフェニックスと同じで、運賃を通常便の約半額、往復運賃を通常便の片道運賃と同額とした、見回りフェニックスが3往復運行されていたが、運賃の値下げと、席割りサービス開始に伴い2011年4月12日をもって廃止された。座席は予約指定制であり、予約が必要。3区パス全9終盤のみ利用可能。 福岡八代、人吉間のみの利用であっても、北部九州版は、使用不可。八代、人吉宮崎間のみの利用であっても、南部九州は、使用不可。愛称の由来は、宮崎県の県木であるフェニックス、カナリーヤ市から、運行には、福岡県及び、宮崎県の両方とも、運行エリアでない九州三考バスも携わっている。これは、 当初路線開設時において、九州自動車道の八代海老の間が未開通であり、その大部分が熊本県であったことから、途中に通過する同県内の熊本市に次ぐ、第二の都市である八大市や、観光客の多い人吉市を無視できないとの見解から、同社の管轄停留所である八代駅前や、人吉ターミナル、確定便、現在道ターミナルは廃止並びに、 人吉クラフトパーク、スーパービンにも停車していたためで、その流れにより、九州自動車道が全線開通した現在においても、同社の管理する八大インターチェンジ及び、人吉インターチェンジの両バス停において引き続き乗降扱いを行っているためである。なお、車両は、熊本宮崎間の南風号で送り込みを行っている。ふとじわ停車停留所、福岡、 佐賀県内間、西鉄天神高速バスターミナルやめ IC 並びに、宮崎県内間、エビの IC、宮崎駅のみの利用は不可。熊本県の八代 IC、人吉 IC においては両方向ともに上高化。スーパーハイデッカー、またはハイデッカーで、その後の九州内を運行する長距離都市間、高速バスの基本型となる、幅の、 たっぷり下にプラス一列シート、床下、ホイールベース間または、車内後部に水線トレを備えているなど、グレードの高さ、その割に低廉な料金も、好調の理由と言える。当初は、各事業者ともに私鉄に合わせて、西高 SDI、九州三高のみ、椅子図以外は三菱不装で、カラーリングもクリーム色時に、緑色濃淡の模様に統一されていたが、 2000年代に入ると各社とも自社高速車用のカラーリングとなり、車種も以前はもっぱら、スーパーハイデッカーが用いられ、ハイデッカーにおいては専用車通号時や続行車に限って使われていたが、最近では新車への代替時にはハイデッカーが専用車に選択されているケースが多い。他路線の車両にない特色として、2011年から西鉄グループ全車と、 宮古の一部を除く大半の車両に導入されたセレクトシート使用者がある。これは4列、横にプラス2列シート車の事前購入割引、席割を導入するにあたって、従来の3列、横にプラス1列シート車の後方6列を4列シート、6から7列に改造したもので、3列シート、12から13人掛けと4列シート、 22から24人がけが混在する2クラス仕様となっている。2011年7月からは、西鉄担当者に、セレクトシート仕様の三菱不走エアロエースと、イスズガー HD が投入された。エアロエースは、西鉄グループ初登場で、ガーラ HD も路線車初登場。なお、参考と JR は当面、セレクトシート仕様車を導入せず、宮古も、 全車セレクトシート化されていないため、これらにおいては、従来からの三列シート車を使用する。JR 九州バスでは、1989年からフェニックス号の運行に携わってきたが、2011年4月12日を、もってフェニックス号の共同運行から撤退し、翌日から博多バスターミナル、宮崎駅間に天神を経由しない、別系統の高速バス、太陽を、 運行開始した。この運行形態の変更に際しては、九州新幹線全線開業に伴い、新幹線連絡となる高速バス、B&S 宮崎号、新八駅、宮崎駅の運行を計画し、高速バスと新幹線の相乗効果を狙う JR、九州サイドと九州新幹線に伴う、フェニックス号の利用者離れを食い止めたいとする、西鉄サイドとの思惑の違いが、 原因にあった、報じられている。太陽は、JR 九州バス単独運行で10往復が、設定された。福岡市内では、フェニックス号が停車する西鉄天神バスセンターには、停車しなかった。所要時間は、博多バスターミナル。宮崎駅間、最速3時間55分で、慢性的な渋滞の見られる、天神地区を経由しないことにより、従前の、 フェニックス号に比べ20分から30分ほど短縮された。運賃も博多宮崎間片道4500円で、片道2000円から3500円、福岡宮崎間の運賃。車両によって値段が異なるの、前売り切符を発売することで、フェニックス号よりも安く移動できるように設定した。インターネット座席予約システムは、これまでの学、バスではなく、 株式会社工房の発車をライネットを使用した。これは JR 九州バスが学バスの運営母体である九州高速バス予約して運営委員会に参加していないフェニックス号は JR 九州バス以外の3社が加盟していたため路線として学バスを採用しているためである。九州内で完結する高速バス路線が発車をライネットで予約販売されるのは 初めての例である。2011年10月1日からは、JR 駅などの緑の窓口での販売も開始した。なお、フェニックス号の運行形態の大幅見直しは、太陽への対抗措置の側面が強い、運賃値下げ、博多 BT と天神 BC の停車順次を入れ替えなど。JR 九州バスでは2012年4月25日、限りで太陽を廃止し、 翌26日より、フェニックス号の共同運行に、再び参入した。このため両系統の競合関係は、約1年で終了した。太地は停車停留所。福岡県内間、博多バスターミナル久留米 IC 並びに、宮崎県内間、海老の IC、宮崎駅のみの利用は不可。熊本県の人吉 IC においては両方向ともに、乗降化。 9往復が3列、2列プラス1列シートのスーパーハイデッカー。1往復が4列シートのハイデッカー。全便トイレ付き。ただし、車両都合時や続行車においては変更になる場合あり。なお、運行開始時より1往復には3列独立シートの2階建て。バス、2011年3月末で運行を休止した山陽道昼。 特急博多号からの転用が使用されていたが、2012年3月19日の運行をもって終了となった。九州内で完結する高速バス路線に2階建て車両を充当するのは、これが初めてであった。2階建てバスはその後、同年4月1日より、福岡、山口ライナーにおける臨時便として増便されたうちのノンストップ便に一往復に転用されたが、こちらも、 同年9月17日の運行をもって終了し、その後、同年12月21日からは、他客時期のみの期間限定で運行される鹿児島、広島間の夜行高速バス、鹿児島ドリーム、広島号に使用されていた、2014年3月頃、運用離脱し、サンシャインエクスプレスに転出。2016年4月22日から、金、土、日宿日と、 その前日限定で運行している夜行高速バス。福岡宮崎間の夜行バスは2013年3月31日で終了したフェニックス号の夜行便以来3年ぶり。延岡方面は、五ヶ瀬号が夜行便を休止してから実に23年ぶりとなる、いわば各系統夜行便のリバイバル版並びに統合版とも言えるが、両系統とは全く別体系となっており、 運賃も異なるほか、相性も付けられていない。2017年3月現在は、金曜及び土曜のみの運行になっている。ふとじは停車停留所。福岡県内間、西鉄天神高速バスターミナル、博多バスターミナル、高速木山並びに、宮崎県内間、延岡駅、佐渡原駅前、宮崎駅、宮古シティのみの利用は不可。 五ヶセ号及びフェニックス号の夜行便的な役割を果たすが、ルートは各系統と異なり東九州自動車道経由となる。運賃は五ヶセ号及びフェニックス号とは別体系になる。両路線の往復乗車券、回数券、窓口発行分のみ、ウェブ版及び席割乗車券は除くは、使えるが、乗車前に窓口に置いて本券を提示した後、 業者学券を購入するか、乗車時に本券とともに、現金にて差額を支払う必要がある。3区パスは全九州下関版のみ、使用可能、北部、九州下関版、南部九州版は、使用不可。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。